はい、OK です。はい、オッケー。よし、やってくか。まあ、全部でいいかな。やべ、寝起きだから肩が痛い。まあ、ウィードでいいや。私の狙いは破滅を呼ぶ。素晴らしい。この距離ワンパンできないんだもんね。生きてるって実感するわ。わっ。あなたの悲劇が始まるの。うん、何使おうかな。DPS マジか。じゃあビード行きたい。私の狙いは破滅を呼ぶ。あたいの地元じゃ狐は狩るものさ。私の地元じゃ罰が当たるけど。了解。俺といれば退屈しないぜ。5、4、3、2、1。目標のアンロックまであと30秒。
グマか。全身を許してはダメよ。誰かが汚れ役をやらなきゃ。うん、キャス。もいるからな。来るよ。しっかり準備して。これで来たか。ダリケイドは止めてやれ。おほほ。
俺より朝に行った方がいいんじゃねえか。まあ俺しかいないってことか。頑張れボブ。ロボットを確保。行くぞ。火がついた。ごめんね。みんな行くよ。救えなかった。プッシュ。こっちに集合。くっそ。マガネ死んだな。リバスピオンか。反転の自由。すべては我が意志のままに。リーバーかな。力は逃れられない。燃えてきました。マウがでもやっぱダメージだけは伸びるんだよな。敵が動いた。止めるぞ。敵に追いつかれる。やるつもりでこれでリバーだそう。感謝する。さあ捕まえたぜ。現状もいるんだよな。メイリーか。さあスノーボール、私たちの出番です。もうここまで来たら押すっていう耐久だからな。って意味ではメイリーの方が強いって言ってた。もう時間がない。今やったのか。ヒルコ強っ。よし、待て。ナイスー。えい。プレイオブザゲーム。あ、間違った。キルも4推薦で。いや、マウが本当インファイト強くなったよな。強化入ったのは昨日だっけ？
なんかホリデーイベントと一緒に強化されたみたいなの見たけど、まあ、火力面は実装当時からバカみたいに高かったから、もう耐久性能上がるだけでだいぶ化けるよな。防衛か、久々にがっつり防衛やる。俺最近あれもうダメなんだよ、俺ドゥームばっか使ってるからさ。ドゥームマウガばっかタンク使ってるからまともなタンクできないんだよな。あ、止められるものだと。あ、まず倒す。いや、非常に悪い文化ですよ、俺の。文化というか、まあ、悪い癖ですね。ありゃ、まあでも消したとしても多分本体にデータは残ってるから、またソフト入れ直せばやれるんじゃないかな。あ、固定に書いてあるよ、1時まで今日はやるよ。目標 A を防衛してください。えい、この2。マリアが割れそうだ。だいぶかかるね。回復してやろう。あ、もう全部全部シグマなんてやってられっか。ダメージもダメだったしな。サポートやるん今日。我が力が恐ろしい。決まればこんなもんすよ。帰れ帰れ。ハハ、猿物追わずでのスタンスでやろう。いや結局どうでも追ってもあのキルできないからこいつ。半蔵抜いてる。Thank you.
このモイラは何？道を開けな。いや関係ねえ関係ねえドゥームドゥームあ、眠らされてるこっちには穴がいいんだぞ。味方優秀すぎ。
だか。ゲンジいるかちょっとあれなんだけど、敵のゲンジか。もうすごい身跳ね返してダブルキル取ってる。めっちゃ時間かかる。タンク無事マジで。結局ドゥームなんだよな。ドゥームが正義です。ようこそエスペランサへ。それなんか珍しいな。タンクじゃねえや、間違った。DPS 当たるんだな、結構。珍しい。あ、ハッピーステップさっきタンクにいたやつやん。あ、ハッピーパンツがいる、今度はこっちに。女を回すとか、やばすぎ。差別？ドゥーム大好き。一発で二人を仕留めた。あれは芸術的だった。私はそうは思わないな。マジで始めたての頃はそのドゥームってマジで戦い方わからんとか言って全然使ってなかったんだけど、いやマジ戦い方を学んでからマジで楽しい。逆にそれしか使えない。もうもう OTP のクソ野郎の完成ですよこれ。ロボットを横取りされた。ううバリアが壊れた。サンプラだな。私に暴けない秘密なんかない。敵を持ち、もいもい。敵があそこに。ブラ嵐に行くか。あんた何してたお前。おほほしたんよ。バイバー。私がバリケードを押した方が早いのに。え、なんか飛んできた。あ、君さんおはようございます。随分だらしない明け
仕事に戻らないと。いやソンブラ変わったよだいぶ。また今度。マジでストレス。こいついるだけで。あ、何もう本当に好き勝手移動されるときよりかはだいぶやりやすくはなったけど、その何キル？はいバイバイ。練習の的に最適。ありがとう。ウイルス当てれたんだけどあの距離。前方リスポーンエリア開放。マウが遊んでるんだけど。頑張っちゃおうかな。前方リスポーンエリア喪失。ただいま。バリケードを敵に押させちゃダメ。敵を目視。ウイルス外しちゃった。ごめん。バックドアなら把握済みよ。いや俺ウイルス当てんのガチ下手くそなんだよな。もいもい。何してんの熱い。ついてこい。あ、ありがとう。どうも。奥義はまだ使えぬ。了解した。奥義はまだ使えぬ。どうしようかな。おっしゅー。うわ、マジか。アナ、そんなとこに。やりきれないしな。俺今日ゲームカスか。マジゴミカスだぞ。エイムブロンズです。変更よ、ロボットちゃん。逆方向に逃げる。バイバイ。共に燃えよう。敵を発見した。やべえな、俺めっちゃ死んでるわ。チャレンジ。すまなかった。どうも。
マーガに勝つの。そうはいかないわ。またね。ハンゾ強。今ので結構進むね。まあバトルパスどこまで行けるかな。まあでもまだ54日あるから。うん、
猫さんいるよ。まあ、最近は俺がモンハンパックやってるからかあんま来ないけど。パライソに移動します。元気にしてっかねえあの人。わ、防衛かここの。いや、まあラマったらでいっかな。最近久々にラマったらの楽しさをなんか思い返してるというか、ご機嫌よ。久々にこいつおもれえなってなってんだよね。犠牲なしでは勝てん、覚悟を決めろ。黒猫さん忘れることはないかな。だって一応うちのモデレーターだし、まあ、常連さんだからね。早くダウンロード終わることを祈ってるわ。あ、もう全然初心者でもいいっすよ腕前なんて全然気に。おおおおおおに。いや、もう無理無理無理、全然無理いやー、このね、初心者に排他的なこのオーバーオッチの環境を俺は変えたいんだよな。そうしたもできるだけ初心者の人とか始めたての人とかはね、優先してもうこのゲームに招き入れたいんだよね。いや、高台は無理だな。おら、おら、おら、あれ、この野郎。貴様も苦しむがいい。おめ、おら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 。おら、逃がすか、おめ、の野郎。なんだ？バッハー！無理ジャンクラは無理です何か現地いねえんだよな。マーガでいいか。両手に銃、顔に笑みよ。火力火力火力こそ正義。あ、なんだめ、まずーい。そう、このゲームってね、本当に
簡単に人のせいにできるから、もう負けたら初心者のせいってなっちゃうのが、まあ環境、今の環境なんだよね、ノーバーっていうのは。やっぱりこのゲームの良くないところではあるよな。やっぱ楽しくて、まあ、大好きでやってるからこそ見えるこのゲームの真実だよな。さて割れ、おらおら、あのゴリラ引き際をわきまえてやがる。ビーバー戦ってないで引っ張ってくれ。お、なにこれかわいい、めっちゃクリスマス仕様になってる。モイラビームの進化だよな、これが。モイラビームって火力高いからみんな攻撃に使いがちだけど、これヒールなんだよな、本当の強さっていうのは。こいつマジで超回復するからね。ヒール量だったらほぼゼニーと変わらんぞ。なのにダメージも与えれるっていうのだから、いやー、モイラビームの本当の強さ見たな今。ハバナへようこそ。バトルモイラとかなんかダメージばっか稼いでる外役モイラが多いから、やっぱ現状的にね結構霞みがちだけど、モイラってやっぱヒール量は結構あるんだよな。てか、まあサポートっていうロールの使用上ヒールした方がウルトガンガン回るから。どこに隠れていても探し出すよ。モイラって結構さ、みんな攻撃ばっかしてるイメージあるけど、全然回復した方がウルトの回復率高いんだよ。チームではないですか。だからキルも取りたくてヒールもしたいんだったら、もうヒールしまくってブルトを回しまくった方が絶対強いんだよな。もう片方の目を失いたくなければ話しかけないことね。見えなくてもそなたには勝てるさ。よし、ダイブ。お4 3 2 1、突入開始。回復の柱を使う。レイロードを護衛してくれ。リーバやん。レッドウがどこにいるかわかんない。ウィ
めん。おめん。ありがとう。感謝バイバイ。どこ行くんだーい。なんだ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 。移動お前。行かないよー。あ、今阻害は無理でーす。移動。登った先にモルテンコアが敷かれてた。あったった。モルテンコアマジで火力高いからな、アーミーでもうすぐ溶ける。お、なんだなんだなんだ、リーバーに押された。ちょっとゼニア無理かな。ビリビリビリー。お、なんだなんだなんだ。俺の前でシールドは無意味だぞお前。これはどう？あ、なんだ、ウィドウ、ウィドウいんな。あ、違う、ウィドウじゃねえや、なんだ。あ、今の爆発音なんだ。あ、じゃあ味方か。私の目は全てを見通す。マリアの展開。あ、無理でーす。無理だよー。いてー。ほら、おめえはこっちだ、バカ。そっち行け。そんなんしたら。オッケー、交差かさ、交差かさ。オッケー、オッケー、無理でーす。あ、なんか、え、なに、え、なに、え、え？あ？なんで俺ディーバ今キルしたんだ？ん？え？俺、ん？なんで今俺ディーバキルしたんだ？あー！
やきついか。いや待て、ハルトか。共に奴らを打ち負かす。阻害は無理です。いやリーパーがいなければゴリラでいいんだけど。やられてるわ。まだ諦めない。ほら、ハルトダメだ。ラマタラ、ラマタラ。我が気は絶えぬ。オリオンパスを手に入れる。地味にて。あの位置からだったらソンブラ普通に間に合うからな。いやーこれは相手の読み勝ちだな。まさかそこでソンブラの選択肢を秒で出してくるとは思わなかったな。待って、で、あれだよ、戦績で、これか、これのさ、俺途中ディーバーをさ、なんかダイブで倒してるシーンがあるんだけど、何があったのかがわからないんで、ちょっとそれ見ようぜ。準備完了。
日の出を目に焼き。ペイロードチェックポイントに到達。これ押すでこっちでしょ。カメラ遅くね、これこんなもん。日の出を目に焼き付けよ。ここら辺だよね多分。ここら辺だ。ここら辺か。防災これ入ったから帰るわとか言って、あでもここじゃないか。あここだ。あ待って、何が起こった。こっちだ。え単純に着地ミス。あそういうことだったんだ。着地ミスかい。おもろすぎるそれは。マジで謎だったけど、そういうことか。なんか俺がダイブしてダメージ与えたんだけど、その若干のノックバックで着地できなくて死んだんだ。でそれがダイブキルになったんだな。ヌンバーニに移動します。いやおもろいなそれは。我々の未来は対立によって違う。おはようさん。ごきげんよう。やあやあ。羊に羊飼いが必要なようにヌンバーニには私が必要だ。陣形を崩さずに、あまり遠くに行くと回復できないわね。よろしく頼む。4 3 2 1突入開始。目標 A を確保する。相手もドームかい。頭を低くしている。じゃん。
わあ、今やりきれなかった。まず勝って今すぎ、やべ、あーごめんなさい、今のパンチ当たんなかったか。誰と発見、ここでまともな人ならザリを出します。俺はまともじゃないのでドゥープ出します。資源の中でこそ強くなれる。ロケットパンチ。クローンモジュール。これ以上は。まだ性能度は動かないよ。そう、でも俺全然まだ下手の方だと思うけどね、ドゥーム。
プレイオブザゲーム。よいしょ。やっぱね、ドゥーム最強です。けど、ユユさんには、マジでドゥームは、ドゥームに染まってほしくないよな。まあ、純粋な気持ちでオーバーウォッチを楽しんでほしい。非常に。いや、ドゥームはね、悪いキャラなんですよ。こいつ、まず、タンクじゃないです。そう、こいつ、ダメージです。こいつね、味方を守る能力ないんだよね、マジで。ぜひとも、そう、いや、タンクはね、正直慣れてからでいい。最初はね、まあ、ダメージだな。一番おすすめできるロールは。やっぱ、普通の FPS と一緒で、ダメージに関しては、まあ、キル取れれば、まあ、全然チームに貢献できるし、あとやっぱキャラが一番多くて幅広いからね。で、まあ、次に、まあ、サポート、いや、まあ、サポートもサポートなんだよな。タンクの方がおすすめできるまであるか。そう、このゲームってサポートがチームを動かしてるから。まもなくバトル開始。ヒーローを選択してください。ダメージは、まあ、ソロで動いて、まあ、ソロで動いてもおかしいけど、ダメージって、タンクはもう味方のサポートを信じて、前に進むっていう、まあ、キャラとかロールなんだけど、サポートがタンクを動かすっていう言葉がこのゲームにはあるくらい、サポートは超重要だから、まあ、だからこそ、まあ、トレーサーとかソンブラ、ゲンジみたいなフランカ、いわゆる後ろに回って、まあ、動く、まあ、遊撃隊みたいなキャラはサポートをもうすぐ狙うし、マジで試合を左右するぐらいサポートの存在はね、でかいから、逆にサポートが死んだらもうほぼ負けみたいなのもあるからな。これ無理だな。ゴリキャッチ、キャッチがきついか。そう簡単に知らん。もうなんだ。これ一旦行きまーす。あれどこ？あ、カレス。ここか。いや、味方ちょっとリーパー出してほしいな。ゴリラ俺一人はきついかもしれんな。よし、ギアを一段上げていくか。
多分リーバー使えないタイプの人か。そう、いつだったかな、だいぶ前で10ヶ月ぐらい前かなに、あの量産、まあ、AS 量産って方がいるんだけど、その人のバレンタイン企画の配信で量産って方と、まあ、この破産っていう2人がいるんだけど、その2人の合計ダメージより、あの高いダメージを出せたらアイコン描きま、まあ、イラスト描きますっていう企画があったんよ。それで、あの、まあ、見事ダメージこすことができたから書いてもらったって感じだね。これマジでリーパー出してくんないときついぞ。まだ死んだわけじゃねえ。いやでもホグ出すしかねえな。かわいいよね。これからだぜ。マジで俺も超気に入ってる。そう、あのこのはさんって方が、あのイラスト描いてる方で、いやーこれはね無理っすよ。だってゴリラ一人俺きついもん。ソンブラも出てんのに。プレイオブザゲーム。終わりよ。うん。二人倒した。校長、サイバネティクスを調整する。いやー、きついよ。いや、今のゴリラマジで強いからな。きちい。やっぱゴリラはね、リーパーいないとマジできついよ。超強い。ハリウッドへようこそ。まもなく突入します。サポートか。で攻撃、味方が何使うかだな。多分バチピックするか。今日も新たな戦いが始まる。ブリ任せて。バティスト王国、一つ聞かせてください。どうしてそんなに自分に自信があるのですか。まあ気概は大事だな。
自分ができるやつだと思えばそうなる。そういう自分ができると思えばですと。なるほど、ちょっと待って。うん、その意味で回復する。いいか、俺に回復してほしいならじっとしてろ。でも敵には撃たれないでくれ。わ、俺も回復される。ワン、突入開始。目標 A を確保してください。敵タレットがあるぞ。完全回復。すごい。みんな大丈夫か。あ、これまだ下がってた。追いかけるね。いるし、キルコの方がいいかな。俺が相手をしつけ
撃を発見。起動する。元通り。いやーこれもうバディのあもう何浅さが見えたな今。いやバディに対する理解度の浅さが今出ちまったな。TP でこのスコアってすごくない？結構頑張ってる。キルは全然取れてないけど。熱いでござる。舐めた。次残り30秒。
んでそこに突っ込むんだよ。ペイロードを動かさないと。なんで言ってんのか知んないけど。なんで俺勝ったんだ。え、なんでこれ勝ったの。プレイオブザゲーム、マジでなんで勝てたのかがわからん。なんかいや最後さ、みんな死んだ時ね、めっちゃ追ってくるやんと思ったら許されたんだよね途中。そう、許されてなんか逃げれて、したらディーバが突っ込んできて、いろいろと噛み合ってた。なんかは自分でもなんで勝ったのかが謎ですこれは。キリコ、やっぱやりやすいな。キリコってダイブした瞬間若干の無敵時間があるんだよな。 それが本当に強い。まもなく敵が接近します。うわ、防衛か、ここで防衛か。結局ドゥームなんだよな。あれ、さっきのやつやん。我々の未来は対立によって作られ。ロケットパンチ、デトロクギャングで銀行強盗してた頃の方がよっぽど気楽だ。よろしく。よ、誰にしも戦う理由があるはずだ。ヘッソ倍率バカ高いからな。まあその分そのダメージ、元のダメージが低いんだけど、なんで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 
パンチ当てたね今。より良い世界を今こそ形に。パンチ当ててノックバックしたの見たのにスリープ当てられたんだけど、なんてやねん。おかしいだろ。味方全員、あ、今は 2枚落ちか。マーシー、こんにちは。ちょじゃあ、フレンド送っといて、概要欄に書いてあるから、いろいろと。いや、今のヤバすぎ。答えを求めてどうするのだ。風に不正だよ、気をつけて。バリアを展開。ペイロードチェックポイントに到達。いや、隕石落としても意味ないのか、辛いよな。どこもかしこも砂が入り込む。全員やるわ。注意しろ。用心しろ。バリアを。だよね。バリア回収。
やー、こうなるとマーが強いんだよな。あー、マーが何がいいんだろう。聞かせてくれ。うん。いやー、マウが足りプレイオブザゲーム。これで終わりよ。命中。よし。どうしようかな。二人でダメージやる？ダメージで好き勝手遊びたい。いや、無料コインがね2200あるから、なんかスキン買うのもありなんだよな。VC つける OK。 じゃあ俺もゲーム VC 行った方がいいかな。よいしょ。とは言ってもなんかな、いいスキンないんだよな。バスティオン。まもなくコロッセオに到着します。まもなくバトル開始。ハンド行こう。あ、喋ってる？いや、俺には聞こえてないかな。最後の仕事だ。ごきげんよう。うわ、そのスキンのモイラ久々に見たな。こんにちは。ごきげんよう。5 3 2 1。おお。目標のアンロックまであと30秒。怒り限度いたな。傷は癒える。まずい、飛ばさない。
今の当たってんだ。師匠、敵がバリケードを押している。ワンクティードされ、お前落ちても何もできねえだろ。俺が相手をしてやる。カバットの主導権を奪われた。ノイズ走った今一瞬。マジで。えぐいな。あ、俺なんだ。ハイリターンなだけあるんだよな。しっかり頭当てれればマジで高火力で叩けるから。まあ今のマウガ環境ではきついかな。でも今のマウガマジでクソ強いからな。そもそも一人で対処できるキャラなの？
ミッドタウンに移動します。まあアナかゼニは欲しいし、でタンクもまあシグマかザリアだな。で DPS もまあリーパーかソンブラどっちか欲しいし、道具よし、頭よし、それぞれのロールであいつのアンチワンピック取ってからじゃないと多分対処むずいでしょ。それかサポート先にやれればまた変わるだろうけど。全て計画通りだ。なんかいいタレポジないかな。行くかの、試してみたい発明がある。5 4 3 2 1、ここ攻撃に来てくれるぞ。目標 A を防衛してください。私は負けない。速攻でバレた。まずいか、無理っすねこれは。目標を喪失、ペイロードを止めてください。ああ、どきに行ってくれるぞ。あのアッシュはさっきのやつに比べたら言うほどって感じだから、ファラ出すか。これ進んでる？まだここまで来たらいらねえな。ミドいいか。私の狙いは破滅を呼ぶ。敵がペイロードを動かしてる。
こっからあれ沼るかもしれないけど許してくれ、許してくれメンス。まだ着任。メンス行きます。回復の柱を出した。私がキャリーする。貴様も苦しむなり離れるな。死に消えるぜ。失なる力を解き放て。わ、ジャンクラ潰しに来よった。なんて腹立たしい。あ、これまずいか。あ、間に合わねえ。敗北。普通にジャンクラだるかった。プレイオブザゲーム。あ、俺、え、どこで？絶対しょうもないよ。いやウルトあれな、もうちょい綺麗にばらまけたらいいんだけどね。ナリマさんやるかい。あ、こんにちは。はい、聞こえます。こんにちは。やっとだ、なんとかして直せました。いやー、マジでジャンクラキメーな。ジャンクラ普通にキモかったです。マジで上から来て、マジで無理。だって上取ったらもう迷いなくこっちに飛んできたもん。びっくりした。あれ一回だけ倒してその後普通にやられた。やられたらもう倍返し以上で返してくるようなやつだったな。そしてウルト止まったらすぐに撃つ。実際それがな、普通に持ってってたからな、必ず一人は。たまには二人っていう感じ。キモいジャンクだった。ジャンクらしてたな、しっかり。いや、アッシュもアッシュでエイム悪くはなかったんだよな。アッシュはアッシュで普通にたまに決勝当ててきた。いた、待って待って、いた、噛んだ。大丈夫か。痛い、いた、噛んだ。だってもう明らかに矢部さん途中で途切れたもんね。うん、いた、噛んだ。僕ベルー人だからさ、日本語忘れて言ってるんだよね。うん、結構普通に流暢だよ。日本語忘れる、今後忘れて噛む。そして舌がマジでいて、発音の仕方違うから難しいんだろうな、舌の動かし方とか。たまに噛む。イラリー欲しいな、マジで。あ、イラリー解放できてないの？うん、ちょっとサボった。サボったか。イラリーは 何すれば解放されるんだ？チャレンジ、ヒーローチャレンジやれば終わる。お、全部バトルパスで解放してるから。どこだ、あのヒーローの
通にあのキャラのとこからイラリ選んで、あ、そういう方法もあったの。そういう、そう、右にヒーロー情報、チャレンジ、プログレッションあるから。有効化にして、あ、ヒラリーで、ヒーローでか、毒さ。あ、毒性なの。ヒラリーはな、実装時に比べたら本当に弱くなったんだよな。それでも使いたい、同じペルー人同士で。ああ、そういうことね。こいつ実装当初バチクサ暴れまくってたからな。久しぶりにこれ使おう。え、なんかサーバーに接続できませんでしたって言われてる。なんだと？え？あれ？俺もうマッチにいる。え、嘘。でも誰か入ってきてる。あれ？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 これどうします？どうする？抜けてくる？でも味方に申し訳ないけど、うん、抜けようかな普通に。そんなことあるんだね。こんなバグあるんだ、知らんかった。俺だけ省かれた、普通に。オッケー、3、2、1で、はい。トライアウトって何？あ、待て待て、危ない。おっ、じゃない、危ない危ない。ふぅ、硬質か、買うところだった。今金がないから買いはしないんだけど。危ねえ。あ、ハルトのスキンなんか買おうかな。使わないけど。ライオンいいな。うん、俺喋ってるよ。ありゃ、ボイスチャットのこのグループボイスチャット参加を自動参加にすれば多分勝手に入ってこれると思うけど、どうなんだろう。この地の何かが平和を解いてくる。しかし拙者の魂には響かん。デトロックギャングで銀行強盗してた頃の方がよっぽど気楽だった。あ、来たね。多分これで喋れるはず。あ、オッケー、聞こえてるよ。3、2、1。攻撃チーム敵死者の目からは逃れられる。うわ、またジャンクラいるよ。ジャンクラとあれなんだ。あ、ビーバーいるね。あ、あのこっちにホグ来てるわ。タンクホグ。拙者が探し出す。だあ、この感じはエコーやな。
じゃあ俺ファラで行こう。ペイロードが前進してる。止めるわよ。空から奇襲をかける。ファ。運がいいな。マウガが来た。回復の性能が上がったからね、マウが。うん。ダメージ与えると
くそ。なあなあ、ショップにあるウェポンって何？ん？ショップにあるウェポンってもしかしてスキン？武器スキン？あ、そうそうそう。ね、ハルトとマーシーとリーパーのだけが持ってるってか、まあ、出た武器スキンだね。一応ストーリーとしては、まあ、3人に向けてそのエコーを作った会社が武器を作ったみたいな、うん、3人のだからエコーっぽいんだ。そう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 、エコーを作った会社と同じところが作ったから見た目がすごいエコーに似てる武器らしい。普通にリーパー好きなんだよな。メガバンドル買うよりリーパーとマーシーのやつ買ってハルト単体で買うと安くなるよな普通に。あーでもどうだろう、3個全部欲しいんだったら。でも安く買うにはリーパー、あれこれマーシー、あそういうことか。今一瞬マーシーとリーパーがついてくるんだと思ってた。あそういうことね武器が似てるからってことか。一瞬そう思ってた。それぞれ全部買うとすると、まあ、コインが3600必要だから、まあそうだね、これだけ欲しいっていうやつだったら普通に単体で買った方がいいけど、まあ、全部欲しいって人は、まあ、バンドル買った方が安上がりかな多分。安いな。俺はリーパーだけ欲しいリーパーよく使うからリーパーだけ欲しい。いやまあでもまあ俺は買わないかな。いやそれよりね、ソジョーン欲しいんだよな、フォーマルウェア。あーこの黒服ソジョーン、そうタキシードかな多分。これ塩ビ服みたいな感じだけど、なんかマッチング遅いね。そうだね、まあ、ダメージだからかなピックが。うん、このチケットは何なんだろう。最近ね、うん、あのね、めっちゃ嫌なことがあった。あ、そうなの？猫、あの野良猫が家に入ってきてんだよね、最近。うん。3匹ぐらい。結構入ってるな。犬ちゃんの、あの、餌を食べていくんだよね。そして犬ちゃんがめっちゃ悲しんでる。野良猫、俺の家の近くは、いなくはないけど、あんまり被害は聞いたことないな。え、これどうすんの？このチケットマジで何？イベントチケットとは？お、サモア。サモアへようこそ。え、ここ嫌だ、ここマジで嫌だ。サモアだりー、サモア一番ダメなやつやん。マオがここで来たら普通に閉じ込められる。何出すか、初っ端からソンブラ出すか。いや使わない、私に暴けない秘密なんかない。こう使わねえ。さーて一仕事片付けようか。大変だよ、これは。調子良くないと当てれないんだよな、マジで。無茶は禁物よ。ご機嫌よう。5、4、3、2、1、ラウンド1、目標を確保しなさい。ついてこい。ナノブーストチャージ中。なんでめっちゃ謝ってみてる。なんで敵のタレットを発見、システムのハックに成功。攻撃敵のタレットだ。
ペンやり。うしよう。適当に入れては当たるだろう。なんかいいの。ルシオは普通に悪い。敵のタレットでもいけるぞ。タッチ完了。あ、飛べなかった。あれにいけます。引いて。敵を破壊。空から奇襲をかけ。タレとパラでぶっ壊そう。死なせない。言ってはなかったけど、めっちゃマスターやんと思って。天才などいない。たゆまぬ努力が全て。拙者に残されたのは復讐。いやー、怖え。そこに隠れてるのがラオンでて、つまつけたり、泥を塗ったりしたんだけどよ。口に絆創膏でも貼ってみたらどう。そうすりゃ良くなるのかい。私のグレーが良くなる。2 1ラウンド2。目標確保してください。負けてもいいのか。こんな奴らに。そうなんだよね。さあ、一旦逃がしてみよう。見渡して逃がさないで。
ごめん、無理。ウェイストランドに安定する。向こうは、戦いたくない。やろ、抱き上がって。ああもう。ずっとできたから。ずっとできたから。ずっと。抜け抜け。さあそう立ち上げ。やべ、早く着いた。なにこいつ、なにこいつ、なトールビオンがさ、クランク合ってるんだけど、裏取りしてる。えうし、あーな、パチンコするわ。パチンコでなくなった。こいつのさ、ウルタの回転率おかしいだろ。絶対おかしいだろ。何回ウルタ入ったんだっけ。ルシオのキル数見て。バケモンだろ。なんでダメージため張ってんだこいつ。プレイオブザゲーム。バケモンすぎ。ダメージためなんだけどさ。壊れてるだろ、こいつは。やばいだろ。もうルシはさ、普通に壊れてる。バケモンすぎたな。てかルシオってあんな単体で突っ込んでてキルできるようなキャラなんだ。それが驚きだわ。普通にそう、それやれる人いる？普通にそんなに突っ込む人は。よで。えぐいなあ。あそこまで突っ込むルシオで。ちゃんと何前段当てれて、かつ壁走りとかもさ、そういうのできてたら一番フランクができるキャラなわけやん。で自分で回復もできるし。まもなくイリオスに到着。それができたら苦労はしないんだけど。モイラーとかじゃなくて。まもなくバケに開始。ヒーローを選択してください。わあ何使おう。マスタールシオ、マスタールシオお願いだ。マスタールシオが合ってくれ。多分違うな。空から総合が違うから。そして月も違う。他の使うわ。僕分かってんね。さあ飛ぶぞ。何もかもイコライザーを落とすぞ。空に飛ぶぞ。やべえぞ、マーシーも飛び気満々だ。あれも5 4 3 2。あぶり切ってか。ラウンドが目標を確保。空気読んでルシオに変えてくれた。自分の状態に注意してね。高度を上げる。力を増加させるから。相手ミドいる。え、やべえ。抜かれたわ。抜かれた了解。目標が悪用になりました。
あ、ごめん。このチャンスは無駄にしない。まずい。わ、強い。治療完了。豚さんなんでここを豚さんに選んだか分かるよ。絶対この落とし穴。けど落とし穴関係なく普通に生きる戦だよな。素晴らしいチームは。そりゃそう。そりゃそう。ああ、ホグがやられた。これいけるか。どうする？隠れては無駄よ。ウェルドできたけど使う？わあ、ごめん。なんかミド落ちてたよ。あいつ普通に自分で後ろみたいなやつで落ちてたんだけど。これがドロップだ。あ、俺はバイ。力がみなぎる。このスーツを与えられたらば出せちゃう。敵タンク抜けたんだけど。狐の狩り爪を解き放て。本当や。あ、ゆえさん来てくれてありがとうございました。よかったら次は参加しに来てください。あれ、なんかどんどん抜けられなくね。やばすぎ。敵2人、3人抜けてんのか。オールクリア。もうかわいそうやん。で、1人がまた誰か参加者を探してた。あ、入った入った。なら私の分まで暴れてくるがよい。エグすぎ。了解。5、3、2、1、ラウンド2、目標を確保しなさい。おう、完全に俺狙ってるやん。はっは。え、何あの反応。あ、ありがとうありがとう。よし。ナイス。おない。ねえ、バスで何するか分かるでしょ。もう。お、なんだ。ああ、びっくりした。なんだかと思った。あ？バスで何するか分かる？バスで何をするか分かる？普通にゴリラやるんじゃないの？正解。どこいるんだゴリラ。ゴリここ。やれやれ、もう盾全部ぶっ壊してやれ。思いっきり出てこないゴリラが。グバイ。やめてください。はい、やべ、ゴリラ怒ってた。あ、この反動何やってんだ。いけな。なんで、なんで知ってるやん。
ゴリラにバレちゃった。でもゴリラすごいな。だってホグってゴリラとアンチピックでしょ。はい、評価。命の恵みをあなたに。シクバーはーい。勝ったな。ナイス。ありがとう。いいね。プレイオブザゲーム。あ、いやこいつ普通に上手かったんだよタンク。ホグが。お。このマップなホグ楽しんでな。なにこれ、ギミックスボリュームバンドル。あーはい、そういうことね。白基調のスキンってことか。ベルは今何時だ？ 10 時か。ユミニー眠い。ベルね、もう10時半よ。10時半。あ、夜の？夜の。わお。こっち今ちょうどお昼ぐらい。いいな、日本に帰りたい。日本に帰ってPS5買いたい。いや俺もね、まあ来年中には PS5 買うかな。俺は、お金あっちで集めてこっちで買う。ペルーで安いから。ああなるほどね。あっちは PS 昔の方の PS5簡単に見つかるけど、スリムは見つからないでしょ。スリム、あ、そうだね。こっちはどっちも流行してる普通に。あ、そうなんだ。高いから、高いから普通に誰も買えない人が多い。でもこっち、あっちで集めるよ簡単。どこも円安だから今。日本人からしたら海外のすっごい高いからな。今大体のどんぐらい PS5 価格は。日本だと、まあ、中古で大体5万5000円ぐらい、まあ、新品だともうちょいするだろうけど、大体6万ぐらいか。スリムはいくらぐらい。あ、でも大して変わらんと思うよ。言うてそんぐらいだったら5万かける何やろ。5万10、空から奇襲をかける。そうです、金銭ミルソーです。これ足りる。全員団結して戦いましょう。金銭ミルソー、くるみ、他にもいろいろと。融合戦争で、あ、戦後のソルで足りる。4 3 2、意外と安いな。目標のアンロックまであと30秒。2025年、まあ数字だけ見たら2年後かな。にモーハンの新作が出るからさ、それのために PS5 買わないと。こんにちは。モンハンやりたいけど買えない。黙ったらだ。バラバラになりなさい。うわ、全にロボだったのにやれんが。
かった。ハルトに変えるの？相手ラマったのよ。縦貫通するよ。普通に貫通するよな。なんで使ったんやろこれ。敵が先行している。マウガでもいいか、マウガの方がいいか。ハルトに比べたら。いや、すぐ壊されたわ。ないね。まずはこれ行くかな。さて、売り人形はいただいた。マウガでどうしてるやん、全員。アルティメットチャージ中。よっしゃ。マウガ、押せ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 。避けてみなさい。よかった、押せ。おめえ、あアッシュで死んだ。あ、ダイナマイトか。敵にロボットを奪われた。そうはさせない。敵アッシュもうボブできるからさ。あ、そうボブいいのかも。だるいな。ボブはもうだるい。さあ、何もありません。もうすぐ行けるぜ。おー、何だ。いたったったった。まずい。いた、え。半蔵で行こう。パチンコやパチンコ。されたのは復讐。それと拙者が探し出す。そなたの行くべき場所に案内してやる。頑張ったらの武器が。やった。キリコにやられてる。これいける？キルトだい。ヒールヒールヒール。ヒールが来ないんだけど。あれ？俺今アナの目の前いたよね。なんで？闘志がメラメラ燃えてる。ロボットを確保した。俺、え、アナの視界入ってたよな、今。ヒールが飛んでこねえ。これ、ヒールしない、アナか。
ボットが奪われてしまった。うわ、ゼニーうまい。やめた、まだ後ろできない。うん、今のはしょうがない。お、またゼニーやん。やだ、ゼニーとだけは戦いたくない。しかもリーパーいるやん。タックルだ。リーパーは いなくないか。あ、ビーバーか。やだやだやだ、アッシュいるやん。アッシュいるわ。それだ、ウルトできた。ラムさん、ウルトできたよ。オッケー。あ、でも結構今打ち解くかも。オッケー。全然刺さなかったわ。これね、意外と上すぎると拡散がひどくて当たんないんで、パラって普通に。これ初めて知った。ほら、くらえ。バリケードを止めなければ。勝てる見えないからこれ使うわ。じゃあ俺がファラ行こう。偏ったキャラ使いすぎて、偏ったキャラしか使えない。移動中。え、なんで動かせないの敵。わかんない。ポーチ、もうナメプやん。もうナメプやん。ナメプされてるやん。バリア起動。え、ファラダン？うわ、ファラじゃねえや。なんかアッシュか。ファラ俺だったわ。やばい、ロボットが奪われた。残り60秒。あ、タンクが死んでて押せなかったのか、前に。地球の、えい、ジャンプジェット発動。お狐様の一撃を。なんで分かったんだよ。すごいな、こう入った木同時に入ったのか。移動する。
まずいロボット。マジでさ、うちのサポートヒール飛んでもないんだけど。いや、これはしょうがない。えぐいって。ゼニがゼニの気がする。ボブなんて。アッシュか。多分。え、なんで俺貢献されてんだ。あ、ボブ撃ったシーンじゃねえの。よし、じゃあ時間もちょうどいいんで終わりますか。はーい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。また来ますね。はい、じゃあこれをパーティー VC 持ってってと。はい、ってことで、朝のね、おばを配信したいと終わりだと思います。で、この後お昼食ったら、モンハンかな、弓縛り生活続きやっていこうと思ってるんで、まあ、ぜひ見に来てください。まあ、一応参加型でやってるんでね、もし来れる方は、まあ、参加でも待ってますので。ってことで、お疲れ様でした。またね。